本日も動画の撮影をさせていただきたいと思います。最後までお付き合いください。時刻はですね、10時でございます。今日の、暑いんですけれども、クーリングシェルターにウォーキングしながら移動して、皆様とね、情報共有できていければと思います。ぜひ最後までお付き合いくださいませ。今日はですね、パリ五輪の体操女子団体決勝の話でございます。深夜1時から、バスケットの男子、日本代表とフランスの激闘の試合があって、その時間と被ったっていうのもちょっとあったりはしたのかなと思ったんですけど、僕は昔から体操が好き、男女ともにですね、体操を見てて、男子は活躍するんですけど、女子はね、なかなか活躍できなかったりとかってあって、今回ですね、宮田選手の飲酒問題、喫煙問題で、出場ね、辞退してエースですよ。で、この間であれば5名でやるのを4名でやるっていうことになって、杉原愛子選手も、そのまま補欠のままって形になっちゃったんですけど、あんだけね、メディアが取り上げたわけじゃないですか。めちゃめちゃ取り上げましたよね。ってことは、当然ね、取り上げていろんなこと言った人がいますよ。これ問題だと。体操全然見てなかったりとか見ててもしてもいいんですけど、問題です。事態です。まで追い込むのは、あまりじゃないかって話があった人、あったじゃないですか。時間たくさん割いて。ってことはね、もちろん、体操女子団体決勝、夜中1時に起きて、ライブ配信で、当然見てるわけですけどね。じゃないとおかしいですからね。体操を見る気もないのに、見てもいないのに、今後見る予定もないのに、こう出る出ない、飲酒じゃない問題を取り上げて話をするっていうのは確実におかしな話ですよ。僕はやっぱそこを取り上げてほしいなと思いますし、今回出てた選手は全員10代で、で、一番若い選手だと高校1年生ですか？で、それで決勝ラウンドに残っただけでもすごいなっていうふうに思うんですけど、でも今の時代って、ちょっとおかしくはなってきてると思うんですよ。オリンピックって、自分のためにやるとか体操界のところだけ目を向ければいいっていうふうになってた。これ体操だけじゃないと思うんですけど、でも今ってこう人口減少だし、貧困問題もあったりとかしてて、やりたいけどやれないとか、今まで体操やってた人が例えば違う競技をするとか、そういうふうに少しずつ変わってきてると思うんですよ。いろんなことができるようになってきてるから。そういう意味でも競技人口が減ってるし、視聴者数に関しても、いろんなところで食い合ったりしてるんで、もっとね、体操を見てもらわないといけない。やっぱ体操が人気になればなるほど、やりたいって思う人がたくさんいるわけですから、やりたいって思う人がたくさんいればいるほど、そう、指導者だったりとか、そんないろんな需要が生まれて、体操素敵だなと。実際体を操るっていうことで、ボディメイクっていうところで考えても、僕は体操をね、第一にして体を作っていくのが一番いいんじゃないかなと思うんで、僕もジムに行ってますけど、ジムでゴリゴリのマッチョを目指すとか、最近昨今でも女性でもフィットネスビキミで筋トレガンガンやってるってのありますけど、やっぱ体操選手の体、体型、体の動かし方っていうのが、人類における最高峰の一つなんじゃないかなと思うんですよ。陸上の体つきとかもすごいと思うんですけど、で、その有名の選手で、10代の選手も今言ったみたいに自分だけやればいいとか、周りの人に恩返しするとか、家族のため、友達のため、ファンのためっていうところだけじゃなくて、体操に興味がない人にいかに届けてもらうか。やっぱそのためにはメディアの力っていうのが大きいと思うんで、やっぱメダル取らないと扱いは小さくなるし、どんなに期待されてもメダル候補っていう形で最初に取り上げても、結局メダルを取れずに、勝ったら全く報道で取り上げられないとか、新聞にちょろっと載るぐらいだと思うんですけど、やっぱそれじゃ自分が悔しいと思うだけじゃなくて、これでメダル取ってたりとかしてたら、この時代の競技とかが盛り上がったりとか、やりたいって人が一人でも増えてたかもしれないですからね。その思いをね、高校1年生だったりとか、10代の人に背負わすっていうのはどうなのかなと思ったりするんですよ。実際、女子の体操選手の選手寿命は短いっていうふうに言われてるんで。ですけどやっぱ、今回のオリンピック見ると、20代後半とかでトップ張ってる選手もいたりしてるんで、だからもうなんか10代でピークを迎えるとか、
10代しかできないとか、そういうのとちょっと変わってきてる時代なんじゃないかなというふうに思ったりしてるんで、なんかそういうところに目が向いてきてたっていうのはいいのかなっていうふうには思ったりしてるんで、だから全員20代中盤とかで、だから各年代10代がいて、20代前半がいて、20代後半がいてとか、で30代前半がいてとか、なんかそういう今後チームであるとかってなったら、まあ、より一層面白くなるかなとか思ったりはしてるんですけど、で僕はもう一個その目を向けてほしいなっていうふうに思ったのが、まあ、宮田選手の喫煙問題とか飲酒問題はもちろんそうなんですけど、アメリカのバイルズ選手ですよ。バイルズ選手、今回アメリカが団体金メダルで、で2位がイタリア、90何年ぶりですかね、イタリア90何年ぶりに、メダルを取って、で3位がブラジル、ブラジルが初めてですかね、体操で初めてのメダルを取った。でブラジルは結構このコスチュームも話題になってて、まあ、黒色をベースに金色のがまぶしてるみたいな、キラキラのデコが入ってるみたいな、結構話題になってて、なんかああいうのも可愛いなとか、ああいうかっこいいコスチュームを着てユニフォームを着て試合したいなと思ってるんですけど、僕は結構たくさんいるんじゃないかなと思ったりしてるんで、まあ、そこのところに注目しておくと、そのアメリカのバイルズ選手、東京五輪の時、今でもトップ中のトップ選手なんですけど、そのトップ中のトップ選手が試合の開催日程中に心のメンタル問題で、試合をしないっていう風になったんです。これかなり物議を醸して、で、まあ、大坂なおみ選手の時もそうだった気がするんですけど、まあ、プロ失格なんじゃないかとかいろいろ言われたりとかしてたんですけど、まあ、その後の話を聞いてたら2年半競技から離れて、でそこからまた戻ってきて世界選手権、世界のところで出て、で今回オリンピックにで復帰してエースとして引っ張って、最後床でしたよね、床で、着地もしっかりと決めて競技もしっかりと終えて金メダル奪還なんです。アメリカのこれがすごいなと思って、ね、だ今後その宮田選手の飲酒喫煙問題でそのプレッシャーのかけ方とか、まあ、いろんな問題があるって形になると思うんですけど、もうプレッシャーがきつかったりとか、自分の力が発揮できるような状態じゃない、まともその試合ができるようなコンディションじゃないとか、その人がエースだろうが何だろうが、バイルズ選手のパターンがあるから、まあ、これ前例を作ってくれたわけですよ、世界トップの選手が。ちょっと休もうかと、まあ、確かにエースで抜けたら痛いけど、まだまだあるし、で選手自分を伸ばすやり方もいろいろあったりするから、一回休んで、でそれで次を目指そうよね、それでもしそれで復活できたら、アメリカだけじゃなくて日本の選手でもそういうことができるようになるんだよっていう風になればいいなと思ったりしてるんですよ。だからそのストレスとかプレッシャーとかを飲酒とかタバコとか自暴自棄な形でやるんじゃなくて、逃げるんじゃなくて、耐えるんじゃなくて、やっぱりしっかりと休んだりとかベストコンディションを戻せるような報道の仕方しかりですけど、まあ、バイルズ選手の生き方っていうのはとても勉強になったんじゃないかなというふうに思ってるんで、バイルズ選手の自伝が出てるか分かんないですけど、まあ、今後一度お休みされてからオリンピックで金メダル取ったってストーリーが書籍化とかされたら、まあ、それをね今後の選手たちも活かしたりとか、自分でもこういうのができるんだなとか、自分でもこういう生き方やってみたいなっていうふうに思って、競技のレベルだったりとかプレッシャーがあったりとか、選手自体だけが全てではないと思ってるんで、引退した後だったりとか次の人たちとか高度な終わらし方もいろいろ学べるんじゃないかなというふうに思っております。